フアンマヌエル・モレーノ・ボニージャは、スペイン・バルセロナ県バルセロナ出身の政治家。国民党所属。2019年から、アンダルシア州首相。1970年5月1日、カタルーニャ地方のバルセロナに生まれた。両親はいずれもアンダルシア地方のマラガ県アルアウリン、エルグランデ出身である。生後3ヶ月の時に、一家で、アルアウリン・エルグランデに戻り、 そこで幼少期を過ごした。マドリードのカミロ・ホセセラ大学で外交儀礼や制度関係の学位を取得した。24歳の時には国民党からマラガ市議会議員選挙に出馬して当選し政治の世界に飛び込んだ。国民党アンダルシア州支部では青年部長となり1993年から1999年まで 国民党アンダルシア州支部長を務めたハビエル・アレナスと共に地域政治を担った。1996年から2000年にはアンダルシア州議会議員を一期務め、2000年から2004年にはスペイン会議員を一期務めた。2007年にはスペイン会議員に帰り咲き、2011年までスペイン会議員を一期務めた。 2014年から2017年にはスペイン上院議員を務め、2015年には15年ぶりにアンダルシア州議会議員に就任した。2014年3月1日には国民党アンダルシア州支部長に就任した。2018年のアンダルシア州議会議員選挙で国民党は26議席を獲得し、1970年代の民主化後一貫して、 アンダルシア州政府与党の座にあるスペイン社会労働党に次ぐ第二党となった。州首相指名投票では21議席を獲得したシウガダ,ダノスや12議席を獲得したボックスと協力し、モレーノが州首相に指名された。モレーノは民主化後の約40年間で初めて保守政党から指名された州首相である。ありがとうございます。